突き抜け Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ。Hello everybody, I'm Kayane from France and I'm fighting game player. I'm sorry for my French accent, I hope you will all understand me. I'm very happy today because I can interview the Dragon Ball Fighters producer and also the director of Arc System, Miss Tomoko Hiroki-san. Hajime mashite. Arigatou gozaimasu. And Motomura-san, director of Arc System. Thank you so much for the interview. So my first question is, since when the game is in development, because it was really hidden since then, like there was no leak, nobody could know that there was a game for Dragon Ball coming, so since when is it in development? じゃあ、これ私の方からお答えしますと、このドラゴンボールファイターズは、最初のきっかけは Nintendo 3DS の、ドラゴンボール Z エクストリーム武闘伝というタイトルがあったんですけれど、そのソフトもですね、アークシステムワークスさんと一緒に開発しておりまして、ちょうどその、まあ、開発している途中ぐらいからこういった、今度は、まあ、次世代機で、まあ、本当に本格格闘ゲームっていうのを、まあ、作らないかっていうお話をさせていただいて、まあ、そこから開発の方はスタートし始めました。I'm very curious to know how did you decide to make the game in 3 vs 3 format like Marvel vs Capcom? Because I have played a lot of fighting games. I played like Dead or Alive. They had a tag tournament. Same thing for a tag tournament in Tekken. So why did you finally decide to make it 3 vs 3 and not a 2 vs 2 or a tag tournament or a solo game?まず私からは、まあ、本当にいろいろな理由で3対3にしたっていうのはあるんですけど、まあ、本当いろんな理由で、まあ、今回チーム戦っていうのを描きたかったっていうのがあります。やっぱりドラゴンボールってもともとの設定があるので、まあ、アニメの設定の中で強いキャラと悟空より弱いキャラって、まあ、もう大体そのファンの皆さん分かってると思うんですけど、今回チーム戦にしたからこそ、例えば一人で戦って強くなくてもサポートとしてすごい強い、力を発揮するキャラクターとかいる、要は原作の設定を、あまり壊さずに、しっかりとドラゴンボールのバトルを、自分の力で再現できるっていうのは、まあ、チーム戦というのは非常にいい、まあ、ものだなと思いましたので、今回、あえて、まあ、タッグでもなく、一人でもなく3対3のチーム戦っていうのを選びました。そうですね、3on3 にした理由としては、1対1とか2対2よりも、まあ、1対ごとの、その、なんて言うんでしょう、1体倒されてしまってもそこまで、不利になりきらないというところがありまして、でそれも込みで、3on3 にした方が、まあ、キャラクターの組み合わせによるバリエーションというのもすごく増えるというところもありまして、まあ、それで 3on3 にしたという感じですね。Will we be able to see some characters from like Dragon Ball GT or Dragon Ball Super in the future? はい、登場キャラクターについては本当に今少しずつ情報を出していきたいと思いますので、まあ、続報を、お待ちいただければと思っているんですけれども、まあ今回、キャラクターに関してはただ、まあ、幅広いお客様に、幅広い年齢層のお客様に遊んでもらいたいなとは思っておりますので、まあ、そういう形でキャラクター選定を、していますね。 So what is the most difficult part in the development right now?そうですね、やっぱりキャラクターを単純に今似せるっていうところはなかなか難しいなっていうところはあって、まあ、そこはモデラーの方とかがすごい頑張ってやってくれてるっていうのもありますし、あとはその原作に沿った形でのキャラクターの魅力っていうのを損なわずにゲームの中に落とし込むというところで、まあ、どういう技をするのかとか、まあ、そういうところを、まあ、原作からうまく汲み取りながら格闘ゲームとして成立させていくっていうところで、まあ、非常に頭を使って工夫しながら作っているっていう感じです。What made you decide to make the game in 2D game instead of 3D? Because all the previous Dragon Ball was on 3D. So are you not afraid to deceive those fans that are used to 3D games?はい、これに関しては今、私たちはドラゴンボールゲームいろいろな、ジャンルで、まあ、展開しておりまして、ドラゴンボール
のドラゴンボールファイターズを出して、でその前のドラゴンボールゼノバース、ゼノバースシリーズは 3D で遊べるゲームだったんですけれども、ゼノバースも、あのファイターズが出るからその展開をやめるってことではなくって、ゼノバースもずっと長くこれからもいろいろ展開していこうと考えてるんですね。なので、3D のお客様、 3D で遊び、まあ、あのフィールドで戦いたお客様は、まあ、ゼノバースの方を、まあ、引き続き遊んでもらって、で今回は 2D 格闘ゲームも非常にあの声は非常にたくさんいただいていたので、まあ、今回はその 2D 格闘ゲームで、本格格闘ゲームで、本当にアークシステムワークさんならではの形でドラゴンボールゲームが進化したっていう形の、まあ、新しいジャンルとして、まあ、あのゼノバースと、ファイターズ両方を、長く展開していきたいと思っておりますので、引き続きですね、まあ、両方ともお楽しみいただきたいなと思っております。So I'm a huge Dragon Ball fan and I also love music. I felt so much emotions during the battles and I was wondering if you have seen that fan video made where we have seen a lot of Dragon Ball fighters battles with old Dragon Ball anime music. So the question is, will there be some anime music rearranged to be on the game?そうですね、今回 BGM に関しては、まあ、すごくいろいろな形で、まあ、作っていて、例えば、まあ、ステージにあった曲とか、もありますし、あとアニメにやっぱり、すごく影響を受けたような曲とかもたくさんいろいろ入っているので、まあ、ドラゴンボールの雰囲気っていうのは崩さずに楽しめると思ってます。でも、まあ、非常に多分原曲とか多分そういうのを、まあ、ご希望しているお客様も今の質問からすると多いってことなんですかね。なんかそういう、まあ、多いんであれば、まあ、ちょっとそのいろいろやり方は検討していきたいなとは思ってます。 A lot of players including myself are wondering about the Switch version of the game. So I'm sure you have seen a petition, a lot of signatures of it, a lot of people going crazy on social networks to ask for a Switch versionAnd you say before that if people are willing to have it, they should ask. But now I think that you've seen a lot of people asking. So what is now your response to that?はい、スイッチ版に関してなんですけれども、本当に、本当に今検討中というか未定というか、まだ、全然決まっていない段階で、ただ、まず我々の一番最初に、まあ、今気にしているところはやはり次、ドラゴンボールゼノバース2のスイッチ版が発売されるので、まずはそのスイッチ版ドラゴンボールゼノバース2、こちらにやっぱり注力していきたいなというふうに考えておりますので、まあ、そのまずはゼノバース2を、まあ、売り出してからまたいろいろ検討はしていきたいなと思ってます。I know that Bandai Namco and Capcom are working to make the online experience better for the players. So will Dragon Ball Fighters be able to take advantage of this? Or will it be too early in 2018? And also my question is the cross-platform really possible technically? そうですね。今回の、まあ、本作においてはクロス、まあ、プラットフォームっていうところは、現状はまだ考えていないです。まあ、まずは、まあ、各ハードにしっかりあった、まあ、仕様っていうところを、アークさんに作り込んでいただいているので、まあ、そんな形でとりあえずは、現状は考えてないですね。I have been playing the game at E3 for 1 hour. Like, I really love the game. And I really thought it was really accessible to the players. And to me, it really looked like the stylish mod in Guilty Gear. And I was wondering if you made it accessible on purpose to have any player be able to play it. Will you make it more difficult in the future? And will the move list of the characters will change and be more complete?For the game. そうですね、操作の難しさっていうところにフィーチャーしているわけではなくて、キャラクターを使いこなして、まあ、最適な行動をするっていうところの難しさっていうところ、まあ、そこの面白さっていうのをむしろ前面に出していっているっていう感じですね。なので、まあ、操作が難しくてできないというよりはそのキャラクターをうまく効率的に使っていかにして相手を上回っていくのかっていうところを、まあ、競い合うというようなゲーム性になるように心がけています。なので、まあ、初心者の方でも非常にすぐ触って非常に楽しめる最低限の遊びっていうのはすぐできるようになってるんですけども、そこからキャラクターだったり交代だったりアシストだったりっていうのを使いこなしていかにして相手を、翻弄していくのかっていうところで差が出てくるというようなゲームになってます。 A lot of people have been wondering if there will be some
special transformations for the characters like the anime, OAV and movies, and if there will be some alternative costumes. まず変身についてですが、変身は今回変身するっていう一つのシステムがあるわけではなくって、まあ、キャラクターの技の一つの中に変身っていう要素があるキャラクターもいるっていう形です、まあ、例えばフリーザとかはゴールデンフリーザになって、まあ 強くなって戦うっていうような技を持っているっていう形で今回は変身っていうのを表しています。で衣装替えに関しては、今回は衣装替えではなくてですね、キャラクターのカラーを、今たくさん変えられるっていうように しようと思ってまして、今実際ゲームの中には4色しかないんですけれど、それがたくさん、いろいろなキャラ、カラーを選べるように、しようと思っているので、それでまあそれぞれ皆さんの個性を出していただきたいなと思ってます。 I really thank you to have replied my questionsI wish you the best for the future. I hope to see the game at EVO next year. I think there's good chances to have a game at EVO since you're here. I'm really excited to see the game. I want you to know that a lot of people really love what they have seen for now, and I really hope that the game will be really released in early 2018 and that you will have a lot of success. So thank you very much. Thank you so much. Thank you so much.